ISO 基本ラテンアルファベットはラテン文字の一種で大文字、小文字それぞれ26文字を含む国際標準化機構によって国際規格として定められたもので広く国際通信に用いられている ISO 基本ラテンアルファベットに含まれる2組の26文字は以下のものである1960年代までに第一世界におけるコンピュータ及び電気通信の分野で 文字をコード化するための占有されていない方法が必要であることが明らかになってきた。国際標準化機構はラテン文字のための7ビットの文字コードを ISO646 として制定した。広く受け入れられるようにするためにこの企画はすでに使用実績のある文字コードをベースとした。それは米国企画協会が制定した。 アメリカンスタンダードコードフォーインフォメーションインターチェンジ略称アスキーであった。アスキーは英語アルファベットの26文字2を含んでいた。ISO によって後に制定された規格、例えば ISO,IEC 8859や ISO,IEC 1646も、また英語アルファベットの26文字2を基本的なラテン文字と定義し、それに 英語以外の言語で用いられる文字を拡張として加える形を取った。ユニコードで基本ラテンアルファベットを含むブロックは C0 コントロールズベーシックラテンと呼ばれる。ユニコード7.0では基本ラテン文字は以下の2つのサブセットを持つ。ユニコードで FF00 から FF までには全角の基本ラテンアルファベットが含まれる。 16セグメントディスプレイに表示されるアラビア数字と ISO 基本ラテンアルファベット基本ラテンアルファベットは ASCII では印刷可能な文字にバージョン1.0以降のユニコードでは C 零制御文字及び基本ラテン文字ブロックに属している。どちらにおいてもまた i s o i e c 四十六 i s o i e c 百五十九 i s o IEC1646 においても、16、真数で大文字は41から 5A、小文字は61から 7A に位置している。国際音声記号では、すべての小文字を使用している。X3 パと3パでは、IPA と同じ文字は、IPA と同じ音声を表す。キルシェンバウムでは、R 以外は同様である。ありがとうございます。